から工学部機械工学科材料評価研究室の紹介をいたします。それでは、この研究室では機械材料の特性評価装置などの開発を行っております。また今見ていただいているこの動画はオムニバス形式で5つの研究チームの紹介を行っていきます。それでは始めます。皆さんこんにちは、高断製班です。私たちは高断製法を用いて力を可視化することのできる顕微鏡の開発を目標として研究を進めています。こちらが実験装置です。ここからレーザーの光が出て、レンズやこちらの光の波の大きさと方向を同時に測定することができる装置などを通ると通り、光を調整してカメラで撮影することで測定をしています。これらの測定したデータをもとに Excel などを用いて解析をし、日々研究を進めています。こんにちは、ヒートシールハンです。こんにちは。私たちが研究しているのは、じゃじゃん、こういったお菓子の袋のなどにあるこの粘着部分について研究しております。実際にはこういった実験試験片を自分たちで作って測定しております。で、実験装置がこちらです。じゃじゃん、このレーザーを下から通して、いろんなこういったレンズを通して、試験片にレーザーを通すことで、こういったレンズを介して確実にシールができているかというものを研究しております。以上です。こんにちは、カブトハンです。私たちはこちらカブトムシ頭角の研究を行っております。実際に実験で使用する試験片はこちらの方になっております。こちらカブトムシ頭角の両端に穴付きボルトを取り付けたものとなっております。次に実験装置の紹介になります。こちらが実験装置になります。こちらの方で下から荷重を与えて、その時の変異をレーザー寸法測定器と言われるもので測定を行います。そしてその測定結果をもとに、カブトムシ頭角が何か設計をする際に工業的に有益なヒントになるのではないのかなと、そういった研究を行っております。以上になります。こんにちは、 DLC 班です。 DLC 班ではこのような基板にコーティングされたDLC の応力を測定することで、基板との付着力の評価を行っております。 DLC はエンジン部品や工具、身近なものですとペットボトルなどの、コーティング剤として用いられています。応力の測定する装置としてこちらになります。こちらがレーザーとなっておりまして、レーザーが置いてきて、測定物に反射した光の強度を解析しています。以上で DLC の発表を終わります。波班です。私たちは鋼のコーティング技術に関して研究をしています。鋼は安くて硬いという特徴を持っていますが、実は錆びやすいという特徴も持っています。そのため鋼を材料に用いる際に、錆びを防ぐために表面にコーティングをする必要があります。私たちはコーティングに用いる材料の配合率やレーザーの出力など、さまざまな条件を変えて実験を行い、これらの装置を用いて解析をしています。私たちは安く、硬く、そして錆びにくい材料を目指して日々研究をしています。